はい、こんにちは。ケンタロウです。今日はですね、こちら。わかりますかね。今、ちょっと日も暮れてきたな。日暮れたわけでもないけど、ただ陰ったわけなんですけど、ここ、今、高砂駅にいるわけなんですけどね。はい、今日はですね、はい、なんとね、ついね、僕ら、高いね、運賃払って、北総線に乗ってきたいと思います。というわけですね、今日はね、乗るやつはですね、北総線って言っても、北総線の車両ではないんですよね。実はね、僕らの大好きな、電車来ちゃったけど、これには乗らないけど、5300系に乗ってきたいと思います。というわけですね、早速、5300が来るまで待ちたいと思います。ということで、ね、ここでちょっと問いつつもしていきたいと思います。それでは、どうぞ。5300の前にですね、なんとね、ここでね、京成線のレア車両、3400がね、やってまいりましたね。3400に関してはですね、なんかね、まあ、古くてなんかもう置き換えるんじゃないかなって思うんで、なんか、3600よりも先になんか引退するんじゃないかなっていう風な、なんか疑惑がね、その、湧き起こってんじゃないかなと思うんですかね。ちなみにこれ、高砂駅なんですけど、高砂駅はですね、押し上げ線から来た路線と、まあ、本線から来た路線で分かれてるわけなんですよね。で、今、こっち側、今、右側にはですね、3000系が走ってるんですけど、こちらは本線で走ってきたところかな。で、まあね、こちら5300がね、今、やってきたところなんですけど、で、この5300はですね、まあ、なんだろう、そもそも本線には入らないため、まあ、押し上げ線から来たっていうふうな感じですかね。まあそもそもね、まあ、なんだ、1番線か、2番線か、3番線どっちかわかんないんですけど、まあ、ここから入るところは、もう必ず、押し上げ線が来たっていう風になるわけなんですよね。この後我々はですね、5300乗って、北総線にね、乗っていくっていう風な形なんですかね。5300でね、北総線の旅をね、楽しんでいきたいと。思います。ドア閉めてね、北総線に入るところはちょっと見えなかったんですけどね、ちょっとね、人が多かったんで、こういう風に側面でね、ちょっと動画撮ってるわけなんですかね。ではこの辺、まあ、こういうなんか川を渡ってですね、まあ、京成線もね、川を渡るんですけど、北総線もなんかそんな感じですかね。といっても京成と北総線はですね、全くの別物なんですよ。でも、まあ、会社的には一緒なんですけど、うん、本当に違うんですよね。まず、運賃が高いって言われるじゃないですか。今じゃ値下げしてるんですけど、なんか前なんか200ってもないか、300いくらだかな、ね、なんか200か300ぐらいでなんか初乗りだったんですけど、なんか今それ値下げしましたよね。やっぱ北総線の値下げはやっぱでかいなと思いますかね。やっぱ最近なんか鉄道会社ってあんま値下げしないじゃないですか。だけど北総線だけでね、値下げするっていうのがなかなかの、違和感ですよね。で、今ここはどこだ？秋山かな？なんかそういうところに今停車してもらいましたね。最初は近く感がね、多いんでね、こういう風に、ブラインドが閉まってるわけなんですけど、こうやって全面展望がね、見えないわけなんで、まあ、せっかくなんでね、路線図をね、見てきてると思います。浅草線の動画でちょっと見せたと思うんですけど、一応見せとくんですけど、まあ、5300も、北総線にも入るわけなんですよね。まあ、印旛日本以来もあるんですけどね、まあ、成田ゆかのとこまではあんまり行かないですかね。成田ゆかを行って、そして成田空港に行くっていう形は多分ないと思いますかね。もう特にこの一本だけは多分ないと思いますかね。で、編成は 5320F っていう。こいつは北総線経由でね、成田空港にはね、行かないんでね。なんでまたさ、5300の動画出すのって思うんですけど、まあ、これで一応3回目なんですけどね。まず浅草線内と、京急線内と戻ったわけなんですけど、あと北総線のね、今こちらの北総線の動画があるわけなんですよ。あとまだ京成の動画がないんかな。京成線内を走る5300がまだ多分上がってないと思うんですけどね。
だけどなんでねこういう風に上げてようかっていうとですね、これはねつい最近のことで、5300はですね、ネタバレすると引退しました。はい、というわけですね、これはねなんかねツイッターとかでなんか2月24日になんか5300が引退するよっていうねなんか話がね出たんですけど、その話がねもうガチになりましたね。ってことで、え、嘘って思って普通に取りに行ったんですけどね、なんか普通に取っただけでなんかまあ、普通に取ってきただけなんですけどね、まあそもそもこの収録は別日なんですけど、そのなんか引退する前なんですけど、まあ取り立てではまあ取ってきたかな。まあ最後のこちらの工事屋のカットで終わったんですけどね、有名なところではないんですけどね。しかもねサイレント引退ってことで、まだ心の準備もねまだできてなかったんですよね。まさかね、え、もう引退しちゃうのって思って、あんまりカットがなんか、いやでも結構撮ったんですけどね、まあ去年に、まあ、夏と秋に結構撮ってきたわけなんですけど、なんかそんな、なんだろう、撮り足りないって感じ。まあ大体さ葬式鉄あるなんですけど、必ずねなんか引退したらなんか撮りたいねーって思う、まあ、自分の中かもしれないんですけどね、まあ多分なんかそんな感じのあれなんですかね。本当にね5300が引退してね、もう5300ロスですよ。やっぱりなんだろう、5300がね結構ね思い出もあったんで、やっぱり引退するってなるとなんか寂しくなりますよね。本当にね好きだったんで、なんか結構撮った日から5300は結構気に入ったんでね、まあ、なんだろう、夏にも撮ったり秋にも撮ったりね、普通に、ね、あとバイト前にもね結構撮ったりしましたね。京成とかでよく見るこの数字は何兆ぐらいあったと思うんですけど、これは時速を表してるんですかね。こうなんか通過をするなんか時速を表してるですね、AE の場合は京成スカイライナーで130キロを通過するって形なんですけど、まあ、特急はですね120キロを、まあ、通過するって言った形ですかね。今ここはどこだ、ここが秋山かな、まあ多分まあそういうところですかね。でもうそろそろですね地下区間を終わるっていう風な形で、やっぱりさもう何度も言いますけど、これ iPhone 12 Pro で撮ってるんですけど、やっぱりさトンネル内でもさこういう風に綺麗に映るのがいいですよね。もうそろそろですね東松戸にね到着するわけなんで、東松戸からですね、地下区間がね、終わるわけなんですよね。ではこちら、対比線に入ったってことは、多分これもしかしたら、京成スカイライナーの、まあ、通過待ちなんでしょうかね。まあ多分それしかないと思うんですけど、アクセス特急とかはね、まあ、止まるんですけどね。まあ、スカイライナーだけは止まんないんですかね。まあそもそもスカイライナーはですね、まあなんだろう、まあ今じゃもうアウト止まったんですけどね。前はね、上野日暮里で終点の成田空港って感じだったんですけどね。さあ、というわけでですね、今、東松戸駅に、ね、到着しました。というわけでですね、隣はですね、全面テンポ取れるってこと？ああ、だいぶ全面テンポ広がったね。さっきまでのきつさが何だったんだって言ったよ。少々停車時間があるんでね、ちょっと、インバ日本 E 大マークをね、ちょっと取っていきたいなと思いますね。この後、どうせスカイライナーが通過すると思うんでね。長いですよね、インバ日本以来って本当長いですよね。でこれで5320っていう、もう5300ですね、北総線に来るっていうのはもう多分先はなさそうかなと思いますかね。もう先はない覚悟で一応ね乗ってきまいりました。であちら側にはですね、武蔵野線のね、路線が見えますね。やっぱ北総線って本数ないですよね。まあ、高速なんで、しかもスピードもね結構出るんで、やっぱ間隔を空けてのやっぱ運転なんでしょうか。お、列車来るね。あー北総線まで来てこいつはないと思いますか。うん、一応取ってきましょう。一応ケンちゃんもね緩んで、通過車も取っていきましょうか。
ですね、僕のマイクはですね、つけるとですね、なんか、音がね、でかいとね、なんだろう、結構ね、音割れとかね、してるんで、前になんか、夏に撮った後、なんか今、奥からも上りの形成スカイラインも通過しましたね。前になんだろう、8500と、確か快速アーバンの多分動画見てればわかるんですけど、これ確かマイクつけたまま、収録してたんですよね。で、そこで、なんか結構たまに音割れがしたりするんですけど、まあ別に壊れたってわけじゃないんですけど、音がね、でかすぎると、多分なんかそうなっちゃうんじゃないかなっていう、そういう現象ですね。今ちょっと遅いんですけど、こういうふうに、全面展望がね、開いてですね、全面展望を取りやすくなりましたね。北総線で成田空港に行けるわけではないんですよね。まあ、たまにね、なんか行くやつと行かないやつがあって、例えばこの5300は、なんだ、印旛日本医大までが終点なんですけどね。そもそもね、北総線の終点は印旛日本医大で、なんか行ける車両と行けない車両が2つ分かれててですね。なんかアクセス特急とかに使えば、成田空港までは行けるっていう風な形ですかね。で、今ここ、大町駅かな？大町駅だと思いますかね。で、今、新川ヶ谷をね、今停車したところですかね。北総線にもね、桜撮影地がね、あるわけなんで、まあ、ちょっと運賃が高いのも、ちょっとあれだけどね。でも、今、ちょっと安くなったところですかね。お、なんか、その辺ですね、なんか、派手なラッピングがね、今、発車しましたね。これは新京成の車両ですね。新京成と京成って何が違うんでしょうか。さあ、というわけでですね、目的地の、西城駅に到着しました。ちょっと、ね、西城駅でちょっと撮影したいものがね、あるんで、ちょっと一旦降りたわけなんですけどね。こいつね、バイバイって言ってね、おさらばしていくわけなんですけどね。というわけでですね、今、西城井に到着したわけなんですが、西城井でちょっと狙いたかったのは、これですね。要は、5300で、なんだろう、北総線乗って、そして西城井までね、乗ってきたわけなんですけど、狙いはこいつで、まあ、要はね、北総線で、昔活躍していた、南武線系ですね。これはね、もともとね、北総線で走ってた車両を、それ引退して、ここに保存したわけなんですかね。7001F とね、トップナンバーっていう、一時期こいつ話題になってましたよね。もう今もうあんま話題じゃないですけど、もうなんかね、今月末かな、なんかね、もうそれがなくなるとか言ったからさ、一応ね、まあ見に来たわけなんですけどね、なんかね、これよく見たらね、三田線に見えるんですよね。なんかね、なんとなくね、6500にも似てるし、なんかね、もう三田線なんですよ、どう見ても。あ、これ京成って書いてあるな。でもこれ車両は北総線なんでしょ。いやー、こいつがさ、こういうところが来るとなんか違和感がありますよね。ちなみにね、北総線本数はないっす。はい、本数ないっすよ、本当に。行くとき絶対気をつけてください、本当に。もう本数が全くないんで、もう20分待ちなんですよ、ここ。風停車で言うと、まあ結構ね、早い系がね、多いんで、まあそれは仕方ないと思うんですけどね。しかも運賃も高いし、ちょっとあんまりおすすめできないな、来るには。うん、まあちょっと会社にも悪いわ。どうやら通過列車が来るみたいなんでね、ちょっと撮っていきたいと思いますね。いや、飛ばされないか。早くてちょっとマイクがおかしいがことになったな。
はい、というわけでですね、今日の動画ここまでしたいと思います。というわけでですね、今日はですね、北総線で5300に乗ってきたわけなんですけどね。いや本当にね、感動しましたね。まあ感動しましたね。感動しました。はい、5300もね、もう いずれね、もう今後もね、引退する形となっていくんでね。もうなんか結構乗ってましたよ、俺。まあ今ね、ここ、こういうところわかりますかね。なんか いっぺんさ、一見ちょっと電車来ちゃったな。お、電球の車両来ましたよ。ちょっとこれ、もうここ行っちゃうわ。新鎌ヶ谷にいるわけなんですけどね。野田線の新鎌ヶ谷にいるんですけど、ちょっとこいつ撮影してからちょっとまた再開していこうかなと思います。ちょっと期待できる車両が来るんでね。なんと来たやつは1番30でしたね。とまあこんな感じでね、ちょっとね、ちょっとした、ね、茶碗をね、入れてまいりましたね。というわけですね、今日はね、高砂から、西白井まで乗ってきたわけなんですけど、西白井までね、7000のね、保存車両をね、まあ取ってきたわけなんですけどね。まあね、それね、取りに、せっかく5300、北総線走るんで、まあそれを乗ってきたわけなんですけどね。まあね、今日はね、そういうね、動画です。というわけですね、今日はね、今日ちょっと、まあ、短くとも長かったっていう動画になると思いますが、今日の動画、ここまでしたと思います。おはようございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では、さよなら。さよなら。